ユナイテッドさん、やっぱりお笑いをしてしまう。ガルナチョさん、これ外すのはあかんわ。最後の最後にお笑いしてて草。左足おもちゃすぎておもろい。ここバシーのクリア空振り、ラッシュフォードのちょっと強いパス、ガルナチョ決定機ミスの3点セットで腹抱えて笑った。ディルクゼイのゴールで発狂して、バッシーの大空振りでドカ笑いしてガルナチョが外してまた発狂してた。ラッシュフォードのパスも優しさなさすぎて呆れるがガルナチョも決めないと。正直ガルナチョが下手というかなんでラッシュ打たないのって感じだしマイナス入りすぎ最後のやつはガルナチョも悪いしラッシュフォードのパスも悪い気がするわ。ガルナチョ一人負けみたいな顔しててくさ。